ラン、ホーム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 ラン、関係ねえだろ、ここな。
シーズンの初登板で見事初勝利、石田健太投手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。石田さんにとっては今日が開幕の戦いになりましたけれども、見事白星、今日はどんなお気持ちでしょうか。その緊張と初マウンドの前に打席が回りました。あの初回の攻撃、見事でしたね。どう感じましたか。ゲームの時に、3点を取って状態でいたのか、リズムよく、勝負しようという感じで、なんでなんですか、どうしようさんが、いいことしてくれて、はい、勝つことができたかなと思います。初回大量10得点でしたけれども、いろいろ初回に大量点って投げにくいという話を聞きますけれども、どんな思いでバッターになって、どんな思いで打ちましたか。そうですね、今年初めての自分のバッターがそういう話になったので、まずは1日しっかりつけて、準備もしっかりした上でマウンドに上がろうという気持ちを持って、はい、投げていました。実際に7回1失点という結果を受けて、どう感じてますか。そうですね、これから先、投げていく上で、今日みたいにどんどんゾーンを推定というか、投球というか、大事になるかなと思うので、もっといい試合を続けれるように、日々努力していきたいなと思います。先発ピッチャーとしては長い振り投げない、7回投げ切りました。援護もありましたけれども、これの数を返しまさに、まだまだ全部投げるつもりで、今日も上がっていたので、なんかイニングも足りなかったですけど、もともと攻める気持ちもあって、ファンの時期で、苦しい思いもしましたし、苦しい思いを胸に常に練習していたので、その気持ちを忘れずに、これから先も全力で投げていきたいと思います。さあ、チームは3カードの勝ち越し、借金を2まで減らしました。1日空いての週末はマツダスタジアムということであります。今日もたくさんのビースターズファンの皆さんがレフトスタンドに来てくださいましたけれども、一言ファンの皆様にお願いします。はい、本日の熱いご声援ありがとうございました。金曜からまた、広島でいい試合ができ